浅洋平議員。 日本共産党千葉市議団の樺沢洋平です。通告に従いまして、一般質問を行います。はじめに、飛行へのバリアフリーについて伺います。本市の高齢化率は26%となり、4人に1人が65歳以上となりまして、高齢化の進展に伴い、加齢性難聴者も増加傾向であります。スライドをご覧ください 日本老年医学会の資料によりますと、加齢性難聴とは加齢によって起こる難聴で、一般的に50歳ごろから始まり、65歳を超えると急に増加すると言われており、その頻度は60歳代後半では3人に1人、75歳以上になると7割以上との報告もあります。まあ、最近でははにによよるコミュニケーションの減少は会話によって 脳に入る情報の減少をもたらし、脳の機能を低下させ、うつや認知症につながると考えられているところであります。加、え、齢、ー、性難聴者への聞こえの支援、拡充は、日々の生活の質を向上させる上で、また誰もが置き去りにされない、千葉市にするために、重要な課題であると考えるところであります。そこで伺います。加、え、齢、ー、性難聴者が今後増加していく中で、 障害者差別解消の観点からも、気候へのバリアフリーを推進すべきと考えますが、本市の施策についてお聞かせをください。以下、一問一答で自席にて行います。 答弁願います保健福祉局次長本市では、聴覚障害者へのコミュニケーション支援として、各保健福祉センター、高齢障害支援課、および市役所障害者自立支援課に1人ずつ、計7人の手話通訳者を設置し、来庁する聴覚障害者への適切な対応を図るとともに、千葉聴覚障害者センターに委託し、 日常生活における聴覚障害者の外出や通院等の支援のため手話通訳者の要約筆記者を派遣するほか障害者団体の協力を得て手話通訳者のなどの要請を行っておりますまた補聴器やファックスなどの情報医師通支援用具について購入費を支,支給するとともに軽度中等度の障害児を対象に 補聴機の購入費を助成するなど、聴覚障害者への支援の充実と、社会参加の促進に努めております椛沢洋平議員。はい、えー、スライドをご覧くださいあの、多様なコミュニケーションスーダンを利用し,しやすい環境を整備することにより、まあ、共生する社会を実現するため、平成31年に、えー、コミュニケーション条例を制定をした、えー、東京都の葛飾区を視察をしてまいりました。 これをお通ししているのが、ですね区役所の窓口に対話支援機器、コミューンを導入して、コミュニケーション円滑に図る取り組みをされておりましたで利用者からは、まあ、補聴器だとですね、まあ、ボリュームを上げると、周りの絶雑音も全部大きくなってしまうが、まあ、対話支援機なら声だって、声だけがとても聞きやすくて助かるという声や、まあ、役所職員もですね、 大きなな声を張りり上げてて対話話すするる機会は減っているといいとううようなおでであまましたそこで伺います各区役所や保健福祉センターに耳が聞こえづらい方々と、適切にコミュニケーションが図れるように、対話支援機を導入することを求めますが、見解を伺います保健福祉局次長。各区役所や保健福祉センターの窓口などでは、職員が大きな声でゆっくりと話をする。 筆談を行うなど、分かりやすい丁寧な応対に努めているところでございます。なお、耳が聞こえづらい方とのコミュニケーション機器である対話支援機については。今後、他市の導入状況や利用状況などについて、調査研究してまいります。樺沢陽平議員。はい、まあ、次にですね、あの補聴器への支援についてであります。スライド。 ご覧くださいあのこれ、東京都内のです、ね、区の高齢者に対する補聴器購入に対する支援事業で、えー、あります。まあ、補聴器の価格は片耳あたりおおむね3万円から20万円、まあ、両耳となりますと倍以上となる高額であるにもかかわらず、まあ、医療保険が適用されません。まあ、先般視察した葛飾区では、あこの加齢性の難聴者に対しまして、補聴器購入を平成5年から上限。 3万5千0の補助を出して支援しており、まあ市民からも大変喜ばれている事業であると聞いたところであります。で、私のもとにもあの高齢者からですね、あの補聴器が高すぎて購入をためらう、またはあの耳が遠くなって人と会う機会が減ったっていう相談もございます。あそこで伺います。低所得者ではですね、高すぎる補聴器を購入することができず、まあ引きこもり引きこもりがちになりですね、鬱であったり、または 認知症にもつながるとされていることから、まあ過励まあ、高齢の加齢、ねえー、性難聴者が日常の生活を円滑に送れるように、補聴器の購入補助制度を求めますが、見解を伺います保健福祉局次長。本市では平成22年度まで、日常生活用具給付等事業の一品目として、補聴器の購入に対する助成を行っておりましたが、 障害者手帳をお持ちの方は、障害者の補装具費の支給が受けられることや、他政令市での実施状況等を踏まえ、補助制度を廃止しております。高齢難聴者が補聴器を使用することで、コミュニケーション力の向上に寄与することは認識しておりますが、認知症との因果関係が現段階では十分確立されていないこと。また。 高齢化のさらなる進展や財政状況などを考慮すると、慎重に検討する必要があることから、今後、国の動向を注視しながら研究してまいります椛沢洋平議員、はいあの。千葉市も平成22年度まで実施をしてましてね、えー、22年度で700台程度ですかあ、支援をされていたというわけであります。私はなお本来、これ、なくすべき施策じゃなかったんだろうなというふうに思ってまして。 今後、今、認知症対策の予算など増やしてます、しかし、その元となるまあ高齢者の皆様方のコミュニケーションを円滑に支援していくことで、そうした部分も減らしていけるということを考えますとです、ね、ぜひ、復活に向けた検討を進めていただきたいということを強く要望しておきたいというふうに思います。先の10月25日の月日大雨によりましてです、ねえー 千葉外房有料道路、鎌取インターチェンジからですね、大岐のインターチェンジ間、2日間わたって通行止めでしありました、で外房線もあの運休となりまして、緑区の大動脈である大網街道は、まあ、大渋滞で、ですね交通麻痺状態になりました。そここででまず伺いまずすがこの10月25日の月日大雨で千葉外房有料道路は 本田町で2カ所高田町1カ所落地町で1カ所と計4カ所でのり面崩落が発生をしたとされておりますスライドはその本田町でののり面崩落でありますけれども崩落対策を含めたですね早期本復旧を強く求めますが見解を伺います建設局長管理者である千葉県道路公社によりますと現在応急復旧を終え 前線強要しておりますが、今後、崩落対策を含め、本復旧に向けた検討を行い、来年度中の完了を目指していると伺っております椛沢洋平議員。はいあのー、今回、大網街道の渋滞、まずはですね、本多町地域についてでありますけど、私、2017年の第2回定例会で、この本多町地域の大網 街海道の、ね、渋滞解消、これを早期検討してほしいと、対策を検討してほしいと質問しまして、まあ、市長は今後、適宜しっかりと対応したい、まあ、そういう答弁がございました、でそこで伺いますが、この2年間においてです、ね、本田町周辺の大網海道渋滞解消に向けて、どのような対応策や検討を行ってきたのか、伺います。建設局長右折者の 対流による直進阻害を改善するため、平成29年度に、本田インター入口交差点の右折レーンの長さを55メートルから128メートルに延伸する改良を行ったところでございます。また、現在、大和街道に集中する交通を分散させるため、大網街道に並行した塩田町、本田町線の本田,地本田町地区と、それに接続する 本田駅前線の授業を行っておりますちょっと続けて伺いますが、まあ、先ほど、明大本田農場跡地のまあ産業用地館に伴いましてです、ね、大網海道の交通量調査を、えー、本田町で実施したとされていますけれどもお、交通状況とはどのような結果だったのか、伺います。建設局長本年11月に実施した 大網街道高台入り口交差点における交通量調査の速報値では、午前7時から午後7時までの12時間当たり交通量が約1万台となっており、平成27年の交通量調査結果と比較しても、大きな変動は見受けられない状況となっております川沢洋平議員。はいえー、まあ現状変わらないんだという調査でありました。し、まあ、しかしながら これから要するに産業用地化がされてです、ね、企業、またその働く従業員の皆さんが、ここを通過していくという話になってくるんだろうという思いますで。今、十文字踏切をきんとした渋滞が、明大本田農場跡地に伴ってです、ね、これより一層深刻な事態になると考えられている中で、まあ、渋滞解消に向けては、まあ、先ほど答弁でありました、 塩田町本田町町本線あのちょっと見えづらいんですが、水色の区間でございます、そことですね、本田駅前線の早期整備が必要でありまして、まあ、現在の用地取得状況を伺うとともに、来年度以降はです、ね、予算を増額し、早期の整備に努めることを求めますが、見解を伺います建設局長、本年11月末現在、塩田町本田町線の本田町地区は、 全体の43%に当たる約1万4300平方メートルが、本田駅前線は全体の31%に当たる約3100平方メートルが取得済みとなっております。今後も土地所有者にご協力いただけるよう、丁寧な交渉に努め、早期工事着手を目指してまいります川沢洋平議員。予算増額をと、私も以前求めましてね。 2.4倍ぐらいまで前年度を比べて増やしていただいたということでありました。ただですね。あの、本田駅前線はやっぱりあの片側だけでもですね。早く歩道を整備していただきたい。安全に住民の皆さんが歩けるように、早期の対応をお願いをしたいというふうに思います。次にあの時計地域のですね。大雨街道でありますけれどもまあ、台風被害、大雨等々でですね。まあ、大変な渋滞となりましてですね。まあ、通常であれば大体。本田駅から。 時計切ったら15分ぐらいで行けるんですけども、おまあ、当時は1時間、ないしは2時間以上かかった、こういう報告も寄せられておりまして、まさにこう時計地域が陸の孤島と化すような事態となった、で改めてです、ね、早期の大網海道バイパス道路の要望があ、住民の皆さんから多数お寄せをいただいているということでありますその上で伺います。 災害時において、土家地域の住民は大網海道へのアクセスが集中するため、緊急輸送ともままならずです、ね、移動が困難になる状況でありますで。大網海道のバイパス道路としましては、現在休止中、休止中となっている越ち町・土家町線、今、あの赤いところでですね、スライドの方をお示しを。 しておりますこの越知町、時計町線の整備再開を求めますが、県解を求めとともに、また仮に事業再開をする場合の整備コストはどの程度になる見通しか伺います建設局長。現在、事業再開時に円滑に事業が執行できるよう、相続人が多数となっている共有地の対応を進めているところであり、この進捗状況や、 その他の路線の整備状況などを総合的に判断した上で、事業の再開を検討することとしております。なお、平成21年度の旧指示における概算事業費となりますが、約60億円を見込んでいたところでございます。川沢陽平議員 はいえーまあ、今後、再開に向けてということでの動きがあるものの、なかなかまだ見通しもということでありました、であるならば、あやはり今、緑色のライン、大網海道でありますで、ちょっと見えづらい、黄色いポチがです、ね、重点あ渋滞箇所ということで、交差点をマーキングしているわけでありますけれども、あの本田城から時津町にかけての大網海道の渋滞解消に向けてはです、ね、渋滞箇所となる消防総合センター入り口交差点。 落ち花水木台入り口交差点、大木戸新田交差点、まあ、これらの交差点の改善や、まあ、右折レーンの新設等にです、ね、これ、早急に取り組むことを求めますが、警戒を伺います建設局長消防総、消防総合センター入り口交差点、および大木戸新田交差点の2交差点につきいては、右折レーンの設置を目的とした用地取得を進めてまいりましたが、 一部の地権者との交渉が難航していることから、現在、事業は休止状態となっており、状況が変化した際には、事業を再開したいと考えております。また、越智花火月台入口交差点については、変則的な誤作動となっていることから、安全性の向上や交通の円滑化に向けた対策案の検討を行っているところでございます。平議員 はい、えー、ぜひ、あのまあ、今、落ち花水き台の交差点の話ありましたけれども、あのいずれにしてもこう改善を早く図っていただくよう、強く求めておきたいと思います。えー、続いてです、ねえー、災害に強いまちづくりについて、3つ目のテーマで質問をいたします。 えー、今年は9月9日の台風15号、10月12日の台風19号、そして10月25日の大雨と、度重なる災害に見舞われました、えー、スライドをご覧をください、えー、10月25日の大雨後でありますけれども、各地で崖崩れが発生をしております、でお示ししてますのが、お地町の中学路の通学路がです、ねまあ、道路ごとこう崩落したという現場、で右側の方は大矢部池。 これ数か所で、ね、崖崩れが発生をして、えー、歩道フェンスがあ損壊するなど、甚大な被害が発生をいたしているわけであります。そこでまず初めに伺いますが、越知町での,この中学校の通学路における崖崩れ箇所や、大部池の崖崩れの修繕など、早期の復旧を求めますが、見解を伺います建設局長、越知町の崖崩れ箇所については、 隣接する民有地を含めて道路を整備する必要があることから現在土地所有者や関係機関と調整を行っているところでございますまた大谷部池の崖崩れ箇所については道路部分の土砂撤去を完了しており今後フェンスなどの修繕による安全確保を行うこととしておりますこれらの被災箇所については可能な限り早期復旧に努めてまいります川沢陽平議員 はいスライドをご覧ください、えー、大木戸町にあります障害者施設が崖崩れによりましてですねこの押し寄せられた土砂は今も建物一階部分でせき止まれたまま施設が利用できない状況で、まあ、深刻な被害となっておりますで私はの被災直後また12月の1日にも現地を視察をして、まあ、施設長とも懇談しましたで早期の土砂の撤去また施設利用の許可や早期の安全宣言により元の運営に1日でも 早く戻れるよう支援してほしい、まあ、こういう要望の声を受けましてです、ね、市当局にも要望してきたところであります。その上で伺いますが、知的障害者施設、ガーデンセブンに教え寄れた土砂の早期撤去と、施設利用許可の早期認定、また現状は入居者が他の施設へと入って、介護給付収入がです、ね、大幅に減少するという中で、ぜひ施設を維持できるようにです、ね、支援を、 強化すすすることを求めままが伺います保健福祉局次長土砂の除去については、被災後直ちに千葉市と災害時の協定を締結している千葉市建設業協会に復旧対応の要請を行うとともに、土砂や瓦礫樹木等の搬出先の調整や、工事に関連する隣接の土地所有者や施設と協議を進め、 11月22日にに工工事に着工したところでございます復旧工事は安全に施設利用が可能となるよう進めており、工事の進捗状況について、関係者と情報共有に努め、復旧後の利用者の施設利用に支障がないよう、施設の早期再開について支援してまいります樺沢洋平議員、はいえー。ぜひですね、早く土砂の撤去を進めていただきたいということで、えー、全力で市当局も、 バックアップをしていただきたいというふうに思います。えー、次にですね、えー、スライドをお示ししていますのは今回やはり何と言っても10月25日5日の大雨ではですね、土砂崩れで死亡者が出ました。で緑区の本田町および板倉町においては。 土砂災害警戒区域に指定されておらず、うーしかも本田3丁目についてはです、ね、避難勧告も出ていなかったということでありますで。命を守る観点からも、この土砂災害の警戒区域指定率を100%にするということが、これ、早急に求められるんだろうというふうに思います。まあ、ところがあ、危険箇所のです、ね、土砂災害警戒,警戒区域の指定は、8月末時点で、えー、群馬県、神奈川県は100%。 千葉県は全国最下位の36%で、全国平均の88%、大きく下回っているわけであります。千葉市内はどうかといえば、市内274箇所中、145箇所が土砂災害警戒区域等に指定されており、未指定の箇所が129あるで、指定率は53%、これも遅れているという状況でありますそこで伺います。 え本田町3丁目ではです、ね、土砂災害警戒区域の指定がされていなかった箇所で、土砂災害が発生をしましたで。早急にこの土砂災害の警戒区域の指定を進めるよう、千葉県に強く働きかけること、また本田町のように、これ、指定要望もされてない箇所が、あ危険な箇所がないのか、まあ、再調査をして、それを周辺住民に適切に周知することを求めますが、見解を伺います総務局長。 今回の土砂災害を受け、千葉県に対し、速やかに土砂災害警戒区域等の指定を行うとともに、本田町3丁目のなど、土砂災害が発生した場所を含め、本市の調査で把握した危険箇所とはなっていない傾斜地、約130か所の再調査についても要望を行ったところでございます。今後は、本市が把握した危険箇所となっていない傾斜地の近隣住民に対しましても、 対しましても避難情報の入手方法等を記載した啓発チラシの配布を行うなど土砂災害に対する周知の徹底を図ってまいります川沢陽平議員はい、えー、それではご覧くださいあの板倉町でのですね土砂災害現場被災翌日の状況でありますで本市の崖地対策についてはこれまでも個人負担が重いということでですね 我が会派の中村記名議員がです、ね、生活保護世帯への減免等について取り上げまして、これについては改善が図られてきた。だけれども、依然として、対象世帯の個人負担は、県事業4%、市事業5%と重い状況があります。そこで伺います。この崖地対策費のです、ね、県事業4%、市事業5%と、個人負担が重いため、今後は全額市議で対策を行うよう改善することが必要と考えますが、見解を伺います。 建設局長っぷ地所のものが個人の財産であり、特定の個人が整備により利益を得ることから、その受益者から応分の負担は必要であると考えております川沢洋平議員。応、はいまあ、分の負担のという話でありました。あただです、ね、やはりこの今回の事案もあるわけで ありましてで私、この板倉町の事案ですね、いろいろくら詳しく調べてみました、で総事業費が約2億8000万、で4%が地元負担で1100万で、旧世帯が対象世帯だったって聞いてますから、個人負担はこれ、たい100万円を超えていただろう、こういう想定であります、まあ、大変重い負担だということだと思います、でスライド、ご覧ください、崖地対策で,です、ね、市支援を実施している、政令者5市ありましてですね、 でそのうちあの静岡広島北九州これ全て市が負担して住民負担なしで実施しておりますで私はこれ財政的な面で救える命をですね失ってしまうことがないように早急に本市の崖地費用負担は見直すべきだというふうに考えますそこで市長に伺いたいと思います崖地対策工事を経済的な面で実施しできないという事案をなくしていくためにも。 本市の崖地対策費の個人負担のです、ね、軽減や、だ削減を進めることを市長がリーダーシップを発揮して改善することを求めます、答弁を求めます建設局長。救急車地崩壊対策事業における受益者負担金は、国の通達では事業費の20%と,とされておりますが、本市では事業費から 県補助金を除いた額の20%に当たる4から5%の額を個人負担とすることで、負担の軽減を図っていることから、これ以上の軽減は現在、考えておりません。しかしながら、尊い命が奪われた今回の災害を踏まえて、崖地への対策や支援などについて調査、研究してまいります椛沢洋平議員。 はい、えー、ぜひですね、本当に、えー、この対策をですね、いろんな財政的な面以外でもですね、あの進めていただきたいなということは強く申し上げておきたいと思います、えー。次に水害対策です。スライドをご覧ください。市内で最も深刻な被害があったのが村田川流域でありまして、えー、10件の床上床下浸水の被害が出ました。で、被災翌日訪れてみますとですね。 これ、村田川が氾濫して、胸近くまで増水したって、深刻な状況だったと伺いました。これ、ちょっとお示ししているのが、村田川の,このもうすぐそばに住んでいらっしゃる方、自宅脇が浸食して、このガレージが崩れかけている、まさにその状況。 ででああわけでありますで改めて村田川の護岸工事や水害対策が急務であるというふうに考えますが、そこで伺います。村田川は再び大雨により氾濫しないように、護岸工事及び水系計整備と水害を防止するための対策を県に強く働きかけること、地域にハザードマップの周知・啓発を強化することを求めますが、伺います。総務局長 水対策の充実強化について、可動屈折などを推進する,こと,するとともに、流下能力の拡充などの河川改良の実施や、すべての県管理、河川への水位計の設置などについて、千葉県市長会、町村会合同で千葉県に要望しており、村田川下流部に上流部についても、 個別箇所とししてて強く要望をままいります次に、ハザードマップについてですが、現在、村田川の洪水ハザードマップを作成し、関係住民等への配布や市ホームページにより周知を行っているところでございます。なお、国では近年多発する大雨に対応するため、河川の洪水浸水想定区域について、想定しうる最大規模の降雨を前提とした区域に拡充したことから、 今後、県による浸水想定区域の指定が行われ、本市においても村田川の洪水ハザードマップの見直しを行ってまいります。このハザードマップの見直しを踏まえ、市民の皆様が危険な地域の情報を的確に入手できるよう、出前講座、施政より市ホームページ等を活用し、周知啓発の徹底を図ってまいります。川沢陽平議員 はい、我々も毎年の予算要望で、ですねこの村田川の水害対策、要望してきたわけであります。ぜひあの 特別賞からです、ね、強く県に働きかけていただきたいなということであります。えー、続いて、えー、スライドをご覧ください、あのー、10月25日の大雨、前日の緑区役所の土のステーションです、もう空っぽな状態でございました、近隣の緑保健福祉センターでも土のがなくなっており、まあ、市民から複数問い合わせを私のもとに寄せられたわけであります。まあ、現状、市内52箇所あるわけでありますけれども、各平均8箇所整備されている中で、まあ、稲毛区は3か所のみ、こう少ないんですね。 これはスポットの拡充が必要であります。そこで伺います。今後も大雨災害が頻発する中、土嚢ステーションについてはですね。市内各所で増設すること。また緑区では床上床下浸水が発生した。村田川周辺地域や補充要望の多かった蒲取お読みの地域へ増設することを求めますが、見解を伺います。建設局長。今回の災害では、多くの市民の皆様に。 どのステーションをご利用いただいており、増設の必要性は高いと考えております。このことから、今後緑区内を含め浸水状況を踏まえつつ、増設箇所の選定をしてまいります。川沢洋平議員。はい、えー、次はですね。避難所の運営についてであります。あの、私もあの避難所、何件か回らせてもらいました。で、本田公民館行ったらですねえー。子連れの若いお母さんが。 まあ公民館の和室ではお年寄りも多い中で、えー、小さい子どもがうるさくしてしまうため帰りますと、まあ、こう言われて帰っていかれましたで、時計公民館では、寝具はじ持参しろと言われても、車がないからどうにもならないという高齢者、またアルミ毛布だけでは眠れない、こういった高齢者もいらっしゃいました、さまざ、あ、まな要望が寄せられたわけであります。そこでで伺いいますが避難所運営においては母子専用で 部屋を分ける配慮を行うようにすること、さらにまあ寝具等についてはです、ね、まあ、現状あるアルミ毛布以外でも、寝具として使える寝袋であったり、または段ボールベッドなど、常備するなど、寝具における備蓄の改善を求めますが、見解を伺います総務局長。避難所運営におきましては、避難所運営におきましては、妊産婦や乳幼児を含めた 両配慮者に特段の配慮をすることとしており、他の避難者と同じスペースで、避難生活が起こることが困難な方については、専用の部屋を確保する対応を取ってまいります。また、段ボールベッ,ベッドなどの寝具につきましては、発災後避難避難、避難の長期化が想定される場合に、協定に基づき調達することを基本として考えておりますが、 このたの災害において、毛布や敷物のついてのご要望が多くあったことを踏まえ、避難所における生活環境を向上するため、必要な備蓄品について、具体的な検討に着手してまいります樺沢洋平議員、はい。ぜひ改善を図ってください、えー。次にですね、被災者に対する医療費支援についてであります。うん、今回一連の台風被害においてて、まあ、またたして受けた 被災者には医療費は無料という通達を各医療機関に出したとされておりますが、で私のもとにです、ね、被災者から、医療機関にかかったところ、3医療機関で、無料措置の情報を把握しておらず、まあ、数時間も待たされたというような相談がありました、そこで伺います。台風被害で全壊や半壊等の指定を受けたです、ね、国民健康保険加入の被災者が、無料で適切に医療機関にかかれるように、 市内医療機関に情報の周知徹底を図ること、また来年1月末までの期限を延長するようです、ね、国に強く働きかけることを求めますが、見解を伺います保健福祉局次長。医療費の一部負担免除については、国が関東信越厚生局等を通じて、 各医療機関に周知を図っているところであり、本市としても市・医師会へ協力をお願いするなど、周知に努めております。なお、本市の国民健康保険では、医療機関で対応ができない場合や、すでに支払っている一部負担金につきまして、台風15号、19号、および10月25日の大雨で被災した被保険者からの請求により、還付することとしており、り災,災証明の情報をもとに、 対象ととなるる方へお知らせしていいころでございますまた、期間の延長についてですが、被災地全体の状況を考慮して判断すべきものであり、今後も国の動向を注視してまいります川沢洋平議員。はいまあ、今の最後の答弁の中止というのは、ちょっと納得できませんですね。200件以上、半壊全壊の被災者がいて、家を失ってです、ね、いる、そういう深刻な状況であります。 そういう方についてですね、適切に医療に無料でかかれるように、あの国に求めるのが保健福祉局の役割だろうというふうに思いますので、ぜひ国、国に働きかけていただきたい。次にですね、住宅再建の支援についてであります。スライドをご覧ください、えー、本田町の被災者から屋根が損壊ししてて雨漏りして 住宅内がカビだらけとなって居住不可能になったという相談がありました、で現状の支援額では、まあ、解体費用すら賄えない、全く先が見通せないという切実な声であります、そこで伺います、屋根の損壊から発生して半壊となり、居住が不可能となるような被災者に対しては、被災実態に合わせて住居の取り壊しや住宅再建が図れるよう、支援先の強化を求めますが、見解を伺います。都市局長 半壊判定となった住宅につきましては、現在、被災者生活再建支援法に基づく住宅を解体した世帯に対する支援金や、住宅再建を支援する被災者住宅建築資金利償給などがありますが、さらに今回の被災状況に対応できるよう、被災者の生活再建支援の一つとして、これまで全会を対象としていた解体除却の支援を、 半壊まで解体拡大することを検討しております。樺沢陽平議員。はい、是非あの速やかに制度化していただきたいと思います。次に災害時における安否確認であります。あの職員の負担を減らしてですね。 効率的に安否確認を行う仕組みとして、LINE 防災チャットボットを災害時に活用している伊丹市を視察をしてまいりましたあ、一元管理をしていくという仕組みであります、これ、災害時に速やかなです、ね、安否確認や情報把握を進めるために、LINE を活用した防災チャットボットの導入や、ツイッターの情報収集システムの導入を提案しますが、見解を伺います総務局長。 LINE やツイッターなど、SNS を活用した被害情報の収集や安否確認などは有効であると考えていることから、本市にとって有効かつ費用対効果の高いシステムの導入について検討してまいります。川沢洋平議員 はい、えー、次にですね、えー、停電対策、台風等の倒木でひんし、貧困な被害が出ました、民地における危険な樹木等において、市が伐採選定を行うなどの支援に取り組み、災害に強いまちづくりを進めることを求めますが、見解を伺います村局長。 民有地における危険な樹木等につきましては、国や県の動向を注視しながら、適正な管理の在り方について検討を進めてまいります。川沢洋平議員、はい、えー、まあ、最後市長に伺います。あの今回度重なる台風被害でですね。市の職員はこれ十分に足りていたと考えるのか。まあ、ここスライドをご覧ください。正規の職員は減る中で非正規。 が増えている災害時における避難所の運営、倒木、土砂撤去等ですね、対応に職員負担が集中していたため、関係部局含め市の正規職員を増員すべきと考えますが、見解を伺います熊谷市長自然災害が発生すると、通常業務に加え、災害対応により業務量が増加するため、関係部局の職員だけでは人員が不足する状況にあります。 このことから災害時には全庁的な職員体制を整えるとともに、千葉市業務継続計画による非常時優先業務を実施することとしております。実際に今回の台風においては、本庁職員を区役所へ応援要員として配置をすることにより、区役所の災害対応に関する体制強化を図っております。また災害時受援計画による災害時応援協定に基づき、関係団体等に対し、人的支援の応援要請ができることとなっており、 今回の台風においては、横浜市から職員を派遣していただき、住家の被害調査に従事していただきました。引き続き、今回の台風災害の教訓を踏まえ、災害に的確に対応できる体制のさらなる強化に努めてまいります樺沢洋平議員の一般質問を終わります。<laughs> 一般質問を続けます10番阿久議員